の休日やのに友達に約束すっぽかされたからな。何しよっかな。はあ。すいません、スキンケアに関する簡単なアンケートにご協力いただけますか？アンケートにお答えいただくと、有名ブランドの化粧品のサンプルをプレゼントします。いかがですか？はい、いいですよ。5分程度ですぐに終わりますので、はい、ありがとうございます。ここでポイント解説。街角でアンケート調査といって呼び止めるのはキャッチセールスの常套手段、注意が必要です。では今スキンケアは何をされていますか？洗顔と化粧水ぐらいですかね。洗顔と化粧水のみですね。はい。ではスキンケアで心がけていることが、そうですね、家に帰ったらすぐに洗顔することとか、あとはやっぱりしっかり睡眠をとることですね。なるほど、はい、洗顔と睡眠ですね。では今お肌のお悩みはありますか？そうですね、やっぱり乾燥が気になります。お肌のお悩みは乾燥ですね。はい。ではエステの経験はありますか？エステの経験はないです。エステに関心はありますか？関心はあるんですけど、やっぱりどうしても高いっていうイメージがあるんで。そうですか。もしお時間よろしければ、はい、当店のエステの無料体験をしてみませんか？無料なんですか？はい、ただいま初回無料体験キャンペーンをしてまして、お店はすぐそこですので、ぜひ。キャンペーンは今だけなんですよ、はい、ぜひどうぞ。はい、無料ですので、1回3万円の体験コースが無料になります。そうなんですか？はい、アンケートのお礼のサンプルは後ほど差し上げますので、ぜひ行きましょう。はい、わかりました。アンケートと呼び止めた後は喫茶店や営業所に連れて行かれ勧誘されます。少しでも怪しいなと思ったら、ここできっぱりと行きませんと断りましょう。無料体験やし、エステ興味あったし、もし嫌やったら断ったらいいんやし。お疲れ様です、店長の青木です。いかがですか、当店のエステは？もう大満足です。そうですか。もしお気に召していただけたのでしたら、当店のモニターになってみませんか？モニターですか？はい、モニターになっていただきますと、エステが毎月無料で受けられるんですよ。無料ですか？はい、当店のエステコース5万円分がなんと無料になるんですよ。そのモニターというのは？モニターといいましても、エステの感想を簡単にお聞かせいただくだけですから。そうなんですね。このモニター募集もね、もう人気でね、あと数名で打ち切ろうかなと思っていたところなんですよ。無料ならいいですね。ありがとうございます。それではこちらのモニター参加承諾書にサインをお願いしますね。わかりました。承諾書は必ず隅々まで目を通して読むこと。特に解約や返品についての項目は要チェック。また解約や返品について書いていないときは怪しいと思いましょう。その場でサインせずに帰って考えますというのが一番です。ありがとうございます。ただしモニターをしていただいている間は、当店が提携していますこちらの化粧品シリーズをお使いいただきます。化粧品ですか？はい、まだあまり知られていないブランドなんですけどね、もうリピーターが続出で、私も使ってるんですけど、もう本当にいいの。あの、こちらの化粧品はお金はいるんですか？大丈夫です。当店のエステのモニターになっていただきましたので、毎月1回5万円のエステ費用が無料になります。この化粧品代としましては月に1万円なんですけれども、5万円のエステ費用が無料になりますので、差し引き4万円もお得なんですよ。
エステもこの化粧品も全てあなたのお肌を美しくするためですからね。はあ。それに20代からお肌のお手入れをすることで若くて美しいお肌がより長く保てるんです。その結果お肌にかけるトータルコストは安くなりますので絶対にお得ですよ。そうですね。はい、それではこちらの契約書にもサインをお願いしますね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。勧誘がしつこくてもその場で返事をしてはいけません。帰って考える、親と相談するなどと強く断り帰るようにしましょう。わあ、化粧品いっぱい送られてきたわ。せっかくモニターになったんやからエステを無料体験しなくちゃもったいないよね。はい、ハッピーエステです。もしもし、モニターの京花子ですが、エステの予約したいんですけど来週のスケジュールどうですか？来週は予約でいっぱいですね。じゃあ再来週は？再来週も予約でいっぱいになります。仕方ないな。じゃあ来月に2回エステの予約します。それは無理です。承諾書にも明記しておりますが、モニター様の無料体験はその月に体験できなければ繰り越すことはできません。それに予約いただきましても、後日もし有料のお客様から予約が入った場合はそちらを優先させていただきます。このことも承諾書には明記しておりますのでご了承ください。はい、失礼します。ということはエステは受けられへんし、高い化粧品買わされただけやん。一旦申し込みや契約した場合でも8日以内であればクーリングオフ制度を利用して無条件で解約できる場合があります。諦めずに疑問や不安を感じたら必ず消費者相談窓口などに相談しましょう。